日本ハムは1日、沖縄、名護での一軍春季キャンプを打ち上げた。軽めの練習を終えた午前10時半に、タピックスタジアム名護で、球団関係者、名護市の関係者側に、新選手会長の近藤健介外野手、27、が1分30秒の挨拶を完璧にこなし、手締めとなった。練習前には、前選手会長の中島拓也から、こんちゃん、挨拶考えた?と尋ねられ、はいとにっこり。全文暗記派の中島と、考えすぎると飛んだら出てこなくなっちゃうので、その場のノリで行くタイプ。言いたいことは何個か箇条書きにして、それを得たらいいなくらい、の新選手会長。すごいな、それでいけるの、笑いと前任者を驚かせた挨拶は、以下の通り。まずはじめに、このコロナの中、無事全日程キャンプができたことチームを代表して、関係者の皆様に感謝いたします。ありがとうございました。選手の皆さん、キャンプは終わりますが、一息つく間もなく、開幕が迫ってきます。まだ荒削りなチームだと思いますが、このキャンプ、オープン戦、そしてシーズンを通して、強くなっていけば僕はいいと思っています。そのために、全員がキャプテン、もう一度ミーティングで言われた、この言葉を思い出してください。一人一人がどうしたら、チームが強くなるのか、どうしたら野球が上手くなるのかを常に考え、日本シリーズが終わるまで戦っていきましょう。最後にこの環境の中、野球ができていることを感謝し、日本中のファンの皆さんに喜んでもらえる、よう、1年間必死でプレーしていきましょう。それではこのキャンプを一本で締めたいと思います。コロナの1日も早い収束と、ファイターズのリーグ優勝、日本一を記念いたしまして一本で締めたいと思います。よう、パン、一本締め、ありがとうございました。